勝った、3連勝だ。ありがとうございました。ナイスチームです。ありがとうございました。マインクラフトマルチサーバー行間、森の行間燃えたらしい。二号機さん、なんか変な連投してるけど、今このコメント欄で、行間燃やしたんですか、二号機さん。僕が羊羹バケツミスって燃えました。ダイヤ献上するので許してほしいです。ちょっと早くコメントしてくださいよ。さっきまで楽しそうに連投してたじゃないですか、タケノコチンチンって。ちょっと二号機さん、二号機逃げないでください。さっきまでタケノコチンチンずっとやってたじゃないですか。さっきは30回ぐらい連続でタケノコチンチンコメントしてましたよね。逃げました。二号機さん逃げた。皆さんみんなで制圧しようねって頑張って、羊羹の外見いいから外観だけは残して使おうねって最初に話してましたよね、僕。どのぐらい燃えま、二国さん早くコメントしてください。どのぐらい燃えました、どのぐらい燃えちゃいました。バロランドどころじゃないんだけど、どのぐらい、どのぐらい燃えました。構成もやばい、やばい。これはこれで、マイクラよりやばいかもしんない。うわ、よかった。デュエルマスターズでチャットが流れて終わりました。危なかったです。やばい、皆さん。直すことが不可能なぐらい燃えたらしい。直すことが不可能なぐらい燃えたらしいんだけど、洋館。もともと羊羹なかったことにしようとか言ってるんだけど、何に使う予定だったんですか。いや、なんかみんなの本拠地とかにすればいいかなと思って、外観だけ残して。ちなみに羊羹貼ったから見ろ。はぁ、マジで終わってるじゃん。洋館じゃないじゃん、もう。ちょっとこのラウンドあたり見せますね。ちょ、二号機さん、さっきのあれ以降コメントしないけど、ちょっと出てきてください。今すぐコメント欄に出てきてください。マインクラフトマルチだってたら、なんか森の羊羹燃やされました。 DDMA1 です。はい、ありがとうございます。皆さん、ピカチュウさん、サブスクリブギフトありがとうございます。これです。でも廃墟じゃん。はい、ありがとうございます。ピカチュウさん本当に大丈夫ですか。はい、ハニャさん、サブスクライブありがとうございます。形はあるけども、洋館ではなくないですか？お化け出るタイプの屋敷になってません？思ったよりだいぶ綺麗じゃないか。まあ、前回とは思わなかった、前回ほどじゃなかったですけど。そうですね。この降ってる雨は僕の涙ですね。マイクラの洋館終戦配信まだですか？いや、もし修繕するとしても、二号機さんにやらせます。責任持って。もうやってます。
いいですよ。冗談ですからね、ニゴキさん。やんなくていいですよ。直さなくていいですよ。あれはあれで味があるんで、大丈夫ですよ。森の洋館はワールドの中で探せば何個でもやるけど、ニゴキさんは一人しかいないですからね。ですよね。森の洋館って、ワールド内に何個かありますよね。え、ないですか？何なら訂正します。じゃあ、合意取れたんで、さらちにしときますね。それやめてください。ハリハリじゃんけんしましょうか。ハリハリじゃんけんっていうのは、じゃんけんで僕に勝ったら一週間いいことがめちゃめちゃあるっていうじゃんけんです。で、久しぶりにじゃあ、ハリハリじゃんけんやりますね。ハリハリじゃんけん、じゃんけん。